週のジオラマ第12号、先週は途中から思わぬ展開、芝生のぐちこさんで終わりましたが、先週は芝生工事で脱線してしまいましたが、今週は外周線の仕上げ作業をみっちりやりたいと思います。今週は基本工事再開で、いよいよこの右半分を完成させなければなりません。この小さな石橋と川も仕上げまで作りたいと思います。まず未塗装のバラスト部分を塗っていきます。時田さんにも体験してもらうために手伝ってもらってます。仕上げはレール中央の枕木の間にも塗っていきます。さて今度は土手の勾配部分内側の作業をするためにベース元を立てて作業していきます。加藤のタープ草色と土色を混ぜています。ベースボードを斜めにしたので上から巻いていきます。巻き終わったら木工ボンドの10倍液これをスポイトで、固着を図っていきます。洗剤を数滴入れて浸透性を良くしています。スーッと浸透するようにゆっくりと静かに作業していきます。はい、今度は土手の外側です。こちらは土手の際の部分に巻いてまた固着を図っていきます。細いので慎重に作業しています。さてようやく道床と土手の工事完成です。こんな感じになりました。最後に石橋の下川の製作です。岸辺には草を巻き川の部分はアクリル絵の具で塗装しておきました。光栄堂のモデリングウォーターこれを使ってみます。そのまま水面の部分にドローッと流し込んでいきます。もう一回ドローッと。表面効果は15分と説明書に書いてありましたがもう少し長く半日はかかるようです。水面は見事にクリアに深みが出ました。はい、今週の工事はこれで完成です。やっぱり細かい仕上げ作業は大変ですが出来上がると嬉しいですね。来週はいよいよ反対側の大きな河川付近に取り掛かるか、急遽追加したトンネル工事を始めるかで迷っています。いずれにしろ年内完成目指して頑張りましょう。